お疲れ様です。お疲れ様です。なんとプロのお酒塾が9万人登録者達成いたしました。おめでとうございます。スタッフの皆様のおかげでもありますので、今日は皆様に僕が腕によりをかけたお料理とドリンクで楽しんでもらおうと。どうやって皆さんをもてなそうかと。普通のね飲み会じゃ面白くないなと思ってたんですけど、ゆいちゃんハブって知ってるか。知ってます。もともと私はですねハブで7年ぐらい働いておりまして、そのハブさんがですね今回ですねプロのお酒塾が9万人達成したということで、ご協賛いただきまして、ハブさんが通販でやってるドリンクお料理をご紹介しながら皆様にも楽しんでもらおうかなという企画でございます。まあ、最近このご時世で飲み会とかも行きづらいよと、ホームパーティーとかをねお家でやられる方も多いと思うんですけども、まあ、今日の動画を見ていただければもうお手軽にスマホで注文できて、しかも他とは違った飲み会もできるぞと、ぜひ参考にしてみてください。1杯目のビールはこちら、ハブクラフトでございまして、なんとハブのオリジナルビール、こちらも通販で買えます。通販用に作られたハブのビール、ハブクラフトセッション IPA 飲んでいきましょう。登録者9万人おめでとうございます。おめでとうございます。うん、美味しくない？美味しい。うん、美味しい。ハブクラフトの特徴をちょっとだけご説明させていただきます。こちら仕込み水からして違いまして、富士山の伏流水を使っております。5種類のホップが織りなす華やかで豊かなフルーティーさをね演出しております。フルーティーだよね。テンション上がりますね。ちょっとセンスがあるなと思うよね。といってもやっぱビールだけだとね、味気ないので、おつまみセットもこちらございます。はい、こんな感じでねおつまみ届きます。はい。おしゃれだよね。かわいい。このハブのマークありまして、こういったですね感じでハブとほら、セットでもこれはおしゃれじゃない？いいですね。なんでお世話になったあの人に皆様ぜひ。はい、じゃあですねまず1品目でございますね。こちらがですねスペイン産の生ハムのハモンクラードでございます。スペイン産のイベリコサラミでございます。じゃあこの2つをですねちょっとビールと合わせて飲んでみましょう。めっちゃ美味しいね。めっちゃ美味しい。うん、ほんと本格的。うん、めっちゃ美味しい。お店行ってめっちゃ美味しい生ハムとかあるじゃん、うんうん、あれ、2つ目、はい、こちらですねまたお中元セットでございまして、ミックスオリーブとこちらビーフジャーキー、これはまた美味しそうだね。あ、これはもうビールに合うね。うん、いやもう幸せだね。合いますねビールに。ジャーキーもこれなんか見たことないぐらい柔らかそうだね、うん、これめっちゃ美味しいよ。ビーフだよ。いいじゃんこれ。美味しい。めっちゃ合いますね。めっちゃ合う。さあゆいちゃんね、ハブといったらですね、はい、パブなんですけども、パブのフードっていったら何だい。フィッシュ&チップス。そう、ご自宅でも楽しめます。12個入りが通販で買えます。180度の油でですね5分間揚げていただければ完成します。ハブのフィッシュは本当美味しいからね。タルタルソースもね今回手作りで作ってきました。作ったんですか。作りましたよ。なんでこれをですね乗せていただいて。めっちゃ美味しそうです。めっちゃ美味しそうでしょこれ。一ついただきたいと思います。めっちゃ美味しい、うん、外はカリカリでハブのフィッシュだこれ本当に、うん、美味しくない。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよね、うん、イギリスを思い出すわ。フィッシュ&チップス買ってねニコニコして帰ってたらね地元のギャングに絡まれてねフィッシュ&チップスパクられた。いやこのクオリティ家で食べれるのはどうだゆいちゃん。いや欲しいです家に。フィッシュとさこれあったらもう完璧よね。うん、魚もいいけどねお肉も食べたくなるよね。食べたいです。じゃあラムケバブ、ラム肉をですねハブ特製ソースで和えたものでございまして、完璧に味付いてますのでフライパンで焼くだけで。このラムケバブを食べるためにハブに行く人めちゃくちゃ多いからこれはびっくりすると思うよ。いいね。いい音。あーこの匂い思い出すわ。ちょっといいじゃん泣きそう。いやハブ思い出すな。こんな感じでね表面焦げ目がついてきたら OK ですね。焼きすぎると硬くなっちゃうんだよね。いやこれはもうね美味しそう。このソースが本当ね天才だから。ではいただきます。懐かしいですか。再現度 100% そのものの味。お店で食べるんと変わらんってことですか。全く一緒。うん。いやこの味付けは唯一無二だね。柔らか。あーこれビール合いますね。めっちゃ美味しい。ビールといったら何だい。ソーセージですかね。ソーセージ。ハムのソーセージもこれまためちゃくちゃ美味しいですね。3本セットになっておりまして、先ほどのこのラムケバブとセットで買えます。ラムケバブが1パックと、こちらのソーセージが5パック入って両方で3500円と。え、なかなか安い。これベストプライス。プレーン、ハーブ、チョリソーとバラエティ豊かなソーセージでございまして、天然の腸を使っております。本格的なソーセージでございます。非常に簡単でございまして、冷凍で届きますので、1時間半常温で解凍していただきます。お湯を沸かしていただいて、5分間こちらに入れまして、あとはですね、フライパンで焼き目をつけていただければ完成でございます。はい、という感じでこんな感じで出来上がりました。なんでこちらをお皿に持っていきます。はい、じゃあこちらで完成でございます。いただきます。めっちゃ美味しい。いやめっちゃ美味しいよ。感動する。肉肉しいし、うん、皮がガチじゃない。本物って感じですね。そう、うますぎるね。次はですね、はい、バッフローチキンですね。なんと1キロで2900円、70本ぐらい入ってますね。これはね油を使わなくても OK です。常温でですね1時間半解凍していただきまして、あとはですねこちらオーブントースターに5分ぐらい目安で焼いていただいて、あとはですね味の決め手ホットソース、
焼いていきたいと思います。はい、というわけでゆーちゃんこんな感じでね、はい、焼けました。ホットソースね、うん、この辛いのがすごく合うんですね。こちらを回しかけます。これも美味しいんだけどね、スイートチリソース、結構甘辛で、うんうん、はい、エスニックな味ができますので、ぜひこちらもご用意くださいませ。あ、もう味そのまんまだね。再現性高いですね。うん、あ、美味しい。油で揚げてないと思えないね。ヘルシーですよね。ヘルシーだし、オーブンでこの味が出せるのはすごいな。いや、ちょっとこれビール足んないね。じゃあ、ゆーちゃんちょっとこれ、辛いもん大丈夫？大好きです。あ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよね。食べたことない味かも。あ、本当にソースが結構奥深いというか、辛いだけじゃないよね。あー、これはうまいな。さあ、ということで、もうビール5本目ですね。止まんなくなるね。ちょっと酔ってきたし、ちょっと締めみたいなのが欲しいよね、うんうん、あ、そうですね。最後のお料理のご紹介でございますけども、こちらでございます。パイ、ハブ英国パスティでございます。イギリスのですね、コーンウェル発祥の食材オールインワンフィンガーソウルフードと言われております。入っておりますのが、じゃがいも、人参、玉ねぎ、西洋カブというのも混ぜ込みまして、ゴロゴロの牛肉をですね、パイ生地で包んで焼いております。ビールのお供にはもちろんなんですけども、お子様のおやつとしても最適でございますし、朝食にもですね、バッチリでございます。イギリスの伝統的なレシピに加えまして、横浜にですね、ワイバーンというパブがありまして、ガストロパブといいましてですね、お料理が美味しいパブなんですけども、僕の後輩がやっております。そちらのお店が監修したパイでございます。横浜にお住みの方はですね、ワイバーンさんにも行ってみてください。本当に料理が美味しい。こちら冷凍で送られてきまして、常温で1時間半解凍していただきまして、500ワットの電子レンジで30秒チンしていただきます。そしてチンができましたら、オーブントースターで1分半ほど焼き目をつけていただきましたら、もう食べれますと。今レンチンしてきましたので、オーブンで焼いていきたいと思います。これでね、朝旦那様が起きたらね、さっとね、提供するわけさ。いい奥さんになれますかね。いい奥さんになれるよ、これは。いや、いいんじゃない。お、できました。どうですか、ゆーちゃん、焼き加減の方は。いや、すっごいいい感じに焼けてます。めちゃくちゃいい匂いするね。すっごいいい匂いする。これはどうだい。パン屋さんみたいです。いや、それはパンが焼けたからね。おいしい。うーん、具沢山だ、すごい。いや、これ毎朝食べたい。あ、ビール合います。ビール、ビールなんや。結局ビールだね、これ。いただきます。めっちゃ具入ってますね。これおいしいわ。おいしいね、うん、いや、何本飲むんだ今日。さあ、というわけでゆーちゃんね、はい、もう大満足というか、もう腹パンパンだね、うん、お腹いっぱいになりますね。ビールめっちゃ飲んで。ゆーちゃんでもね、ハブのね、いいところはね、もう一つございまして、カクテルもね、非常に美味しいんですね。カクテルの種類もすごく豊富です。ワンコインで本格的なカクテルが飲めるっていうのもハブの特徴でございます。オリジナルカクテルがね、たくさんあるんだけど、その中でもですね、不動の人気のカクテルがございまして、うんうん、それがね、タランチュラというカクテルがございます。で、なんとですね、ハブの通販でこのタランチュラが楽しめるんです。この内容なんですけども、ウォッカが2本入っております。そしてピーチリキュール、ブラッドオレンジジュースね。このブラッドオレンジジュースがね、めちゃくちゃ美味しい。タランチュラはですね、シェイクで作るカクテルでございますので、シェイカーもついてきます、はい。でこちらがセットになりまして、7500円でございます。カジュアルプロダクトさんのシェイカーでございまして、だいたい1700円ぐらいです、うん、ですので、まあ、結構お値打ちかなと思いますね。そうですね、はい。タランチュラの美味しさの秘密なんですけども、高アルコールのウォッカを使っております。コーラド産のウォッカでございまして、なんと82度ございます。高、はい。でね、ゆーちゃん気づきましたか、これね、82呼ぶとハブです。そういうこと。このタランチュラはですね、もう秘伝のレシピでございます。購入者の方だけタランチュラの取説というのがついてきます。でそちらにレシピが書いておりますので、そちらを見て作ってみてください、はい。もしですね、今までシェイカー振ったことないよという方はですね、当チャンネルのシェイカーの振り方講座をですね、見ていただきましてシェイクしてみてください。あと こちらの6グラスにですね、氷を入れていただきまして、上から注いでいきます。はい、ではちょっとゆーちゃん飲んでもらいましょう。いただきます。はい、おいしい。おいしいよね。そんなにきつくもないんですね。きつくない、そう。いやー、思い出すね、やっぱり。あー、そうなんですか。これ本当に神レシピだから、うんうん、ぜひ皆様チャレンジしてみてください。はい。ファジーネーブとか好きでしょ。好きですね、ピーチオレンジ。だからこれとかも、タランチュラがきついよって方はですね、うん、こちらピーチリキュール 30ml 入れていただいて、ブラッドレンジュースで割っていただくファジーネーブル。おいしそう。オレンジ色のさ、ファジーネーブル作るようにしゃれてるでしょ。こういったところでね、他のライバルとね、差をつけるわけさ、うん、ここはどうぞと。わー、これいいな。色かわいい、はい、色かわいいよね。あ、ブラッドオレンジいいかも。美味しいよね、美味しい。ピーチリキュールも美味しくないですか。まろやかですね。今まで飲んだファジーネーブルとは違いますね。うまっ。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいやん、これ。今日はですね、僕の心のふるさと、はい、ハムの、どうだった今日。いや、大満足ですね。でも外れが本当になかったね。じゃあゆーちゃんが例えばね、ハウスパーティーに呼ばれて、今日のメニューとかね、カクテルが出てきたらどうだい、うん、わーってなりますね。なるよね、うんうん、ちょっと他とは一味違った新しいパーティーの形をですね。いや、でも本当美味しかったね。美味しかったです、全部。いや、愛媛にいながらも、うんうん、イギリスを感じれるというところでも非常に貴重な体験ができたなと。で、今回案件ではないんですけども、営業企画の方がですね、特典をつけてくれることになりまして、こちらの動画の概要欄の方からハブの通販サイトに飛べるんですけども、キャンペーンキーワード
っていうのが出てきます。キーワードアンカーと打ち込んでください。こちらを打ち込んでいただきますと、なんとですねこちらのロンドンバスバッグをプレゼントします。これめちゃくちゃおしゃれだから、まあ、っていう感じって案件じゃねえかこれ、うん、でもねハブは本当にいい会社なんだよ。いいじゃん。なぜか俺は漁師になりたいと。でいろいろしてもらったね会社を辞めて、この漁師でも大失敗しまして、結局自分でお店を出すことになったんだよ、うん、ハブからしたらさもう僕にすごく投資してくれたのに、うん、何なんだこいつって感じじゃん。でお店出したんだけど、やっぱそんな恥ずかしいからさ言えないじゃん。こっそりお店出したんだよ、うん、そしたらねオープン日に社長から花束来て、そういった心遣いができる会社で、うん、お客さんも第一で考えてくれるし、すごくいい会社なので、うん、皆さんもですね8月2日のハブの日はですねドリンク全品半額でございますので、今までハブ行ったことなかった人はぜひ行ってみてくださいぐらいでいいかな。社長聞いてるかな。では、本日もご清聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。